はい、どうも B レジェンド柿谷です。今回はですね、よくねご質問いただきますスプーンなんですが、これね皆さん疑問に思ったことあると思うんですよね。わかるかな、ほらこれわかる、ここにね 20cc って書いてあるんですよ。 20cc で 20cc って書いてあるっていうことはあれ 20g なんじゃないのと思う方が多くて、スプーン4杯だったら、80g すくっちゃうんじゃないのっていう方が多いんですよね。でそこで、どういうことかというとですね、 20cc ってことはお水が 20cc ってことなんですよ。でお水とこういうパウダーではやっぱりこう体積が違うので、同じ分量入ったとしても、グラム数が違うわけなんですね。で大体スプーンすり切りで 7g ぐらいなんですよ。でこれがもちろんちょっとねすくい加減で変わってきたりするんですけれども、お水だったら20g ですよね、 20cc だから。だけどパウダーだったら 7g っていうのをちょっとこれをね今日は検証して、実際こうスケールね測りも持ってきたので、これも含め調査してみたいなと思います。はい、ということで早速やってみましょう。まずねスプーンを置いて重量を測ります。でスプーンは 5g ですけれども、表示をね0表示のとこ押すと0に戻るので、この状態でパウダーを入れた状態でもう一回測ってみましょう。はい、0にした状態で入れます。でまずねちょっとこの、こんな感じでねちょっとこんもり山盛りになってると思うんですけれども、これをサササササッと振った状態のフラットな感じだったら何グラムぐらいになるか。はい、これぐらい。これぐらい、すり切りではないんだけれども、ちょっと大体平らかなっていうぐらいだったら何グラムか測ってみたいと思います。はい、これで 11g あります。 11g で 11g っていうことは大体これぐらいで3杯、なんかちょっと小盛り3杯ぐらいだったら大体1食分ぐらいかなと思います。そしてじゃあちょっと参考までに山盛りしてみましょう。山盛りこれぐらいで皆さんよ、こぼれたこぼれたみんなよくある山盛りってこんな感じじゃないですかね。映ってるからいいよね。あんまそっち持ってくとこぼれそうだからね。これぐらいの山盛りだったら 20g あります。だからこれぐらいだったらもう山盛り2杯ぐらい入れればもう 40g 入るから、30g 程度ねタンパク質取れるんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、入れる時にねよくこの袋のこう縁にねビュッと押し付けるようにして平らにして、すり切りみたいにねギュッと押し付けてすり切りみたいにする方が結構いらっしゃると思うんですけど、そういう場合どうなるかやってみましょう。ギュッ。はい、今これでね押し付けました。ギュッと押し付ける感じで、ほら真っ平らでしょね、押し付ける感じでやりました。なんかこうコンクリート塗ったみたいな感じになってますけどね。これで測ると何グラムか。10g です。だからこれだったら押し付けすり切りの3倍ぐらいで 30g だからちょうどいいってことですね。だけどもちろんタンパク質が何 g 取りたいかによって変わってくるので、僕だったらやっぱり1食で 30g ぐらいはタンパク質取りたいなと思うので、もう普通盛りぐらいで3杯とか4杯とか入れちゃう感じでやってます。だったらタンパク質が30とか 35g とかね多分取れてるんじゃないかなと思います。そして最後ね、お水の場合どうなるかっていうのをちょっと測ってみたいと思います。お水の場合なみなみ、ちょっとこれはねもうそっちに持っていけないと思うので、ちょっともうここだけでやりますね。おっとちょっあー、これ水平じゃない。今ねこれねまだもうちょっと入るんだけど、なんだろう、ここが水平じゃない、多分ちょっと斜め向いてるんだろうね。なんかこれ以上いくとこぼれそうだからあれだけど、これで今ね 18g お水入ってるんですよ。多分ね水平までいくと、20g、20g いかないかな、19g かな。ただこのスケールが最小単位が 1g なんで、多分ね 19. 何 g ぐらいまで入るんじゃないかなと思います。だからおおむね 20cc20g ですよね。だから今最初にお伝えした通り、お水だったら 20g20cc20g なんだけれども、パウダーだったらだいたい1杯ね、このすり切りってだいたいこういう硬いものでさらっとすくって、シャッとこうね、シャッとこう上をなんていうのかな、かき取って平らにした状態なんですけれども、これを何回だったかな、なんか実験でね、かなりの回数をやって、すくって何グラム、すくって何グラムっていうのをですね、コンマ何グラム、100分の1だったかなぐらいまでこう測れるやつでですね、もう何回も何回も測って、その平均値が約7グラムだったんですね。だからその7グラムかける4杯で4×28、28グラムで、だいたいタンパク質が20グラム程度、21グラム程度取れますよっていうのが、B レジェンドのね、1つのスプーン4杯っていう基準です。だからもう山盛りでね、2、3杯入れる、もうこれでも OK です。でもすり切りってあんま神経質にならなくてもね、結局タンパク質何グラム取るかっていうところがポイントなので、まずまあ一つこのね 20cc って書いてあるのはどういうことっていうのをよく感想、ご質問いただきますので、今日はその回答をさせていただきました。はい、ということで、今回は B レジェンドスプーン 20cc だけど実際何グラムっていう動画でした。はい、ではぜひ皆さん、ガンガン B レジェンドバサバサ飲んでみてください。ではまたお会いしましょう。さよなら。